こんにちは、ことのはあおいです。お姉ちゃんのあかねやで。ってお姉ちゃんフラフラじゃない。ああ、最近ダイエット始めたんやけど、運動とか食事制限のやりすぎで体調がおかしくなっとるんや。夜寝れへんなって日中ずっと眠かったり、イライラしたり、消化不良で胃が痛かったり、あとニキビもできたし、とにかく踏んだり蹴ったりなんよな。なるほど、たくさんの症状が現れているのね。そんなお姉ちゃんには、コーヒーがおすすめよ。コーヒー?ええ、実はコーヒーは様々な効果を持つスーパーフードなの。今お姉ちゃんに現れている症状をまるっと解決してくれるわ。ほんまか?今すぐ教えてや。それじゃあ今日は、コーヒーの健康効果5選解説について話すわね。フラフラ。あかん、眠くてフラフラが止まらへん。それじゃあ早速コーヒーの健康効果その1。眠気覚まし効果を解説するわ。これは有名よな、カフェインってのが眠気覚ましになるんやろ。その通りよ。でもカフェインがなぜ眠気覚ましに有効なのかは知らないんじゃないかしら。ということで、どのようなメカニズムで眠気を覚ますことにつながるのかを解説するわ。ふむふむ。まずなぜ眠くなるのかについて話すわ。体が疲労感を感じた際、脳内ではアデノシンという睡眠物質が分泌されるの。アデノシンは受容体と結合することで神経の興奮を抑えて気持ちと体を落ち着ける効果があるわ。結合が進みリラックス効果が高まることで、体はだんだんと睡眠をとる準備を始めるから眠気が出てくるの。脳内物質の作用で眠気が誘発されるってことか。ここでカフェインの出番よ。カフェインはアデノシン受容体に結合する特徴があるの。カフェインが受容体に結合すると、アデノシンの鎮静効果が妨げられて、結果として眠気が覚めるってわけ。これがカフェインが眠気覚ましとなるメカニズムよ。そこにブラックコーヒー用意してあるから飲んでみて。これか、てあかんもう限界や、寝落ちしてまう。ごっくん。わお、頭がすっきりして眠気が吹っ飛んだで。本当は摂取して30分ほど経ってから効果が出てくるんだけど、お姉ちゃんは効果が出やすい体質なのね。あと眠気を抑えるベストな飲むタイミングについても話しておくわ。カフェインは眠気を覚ますコルチゾールというストレスホルモンの分泌量が低下すると効きやすくなるんだけど、このホルモンは午前10時頃と午後3時頃に分泌量が減るの。だからそのタイミングに合わせて飲むのがベストよ。これからは毎日その時間帯に大好きなお砂糖たっぷりのコーヒー飲もっと。それはダメよ、逆効果になっちゃうわ。糖質を摂りすぎると一気に血糖値が上昇し、それを抑えるためにインスリンがたくさん分泌されるの。すると低血糖になって脳のエネルギー源であるブドウ糖が不足することで眠気が出てくるわ。そんじゃ飲むならブラック一択か。まあこれで眠気は解決やけど、はよ次の解説してくれへんか。まだまだいっぱい症状があんねん。睡眠不足でイライラの症状が出ているわね。それじゃあ次はコーヒーの健康効果その2、リラックス効果を解説するわ。コーヒーのリラックス効果は、杏林大学医学部精神神経科の古賀義彦教授が実験を通して科学的に証明しているの。どんな実験をしたんや?人がリラックスしている際に後頭部から出るアルファ波という脳波について、6種類のコーヒー豆、レモン油、蒸留水を用いて比較実験を行ったの。実験の結果、コーヒーの香りを嗅いだ際に最も多く脳からアルファ波が出ることが判明したわ。ここで興味深いのが、6種類のコーヒー豆によってリラックス効果が異なっていたの。具体的には、グアテマラとブルーマウンテンはアルファ波が多く出てリラックス効果が大きいのに対して、マンデリンやハワイコナはアルファ波が少なくてリラックス効果は小さいという結果が出たわ。さらに焙煎によっても違いが出るんじゃないかと予測して、その比較実験も行ったんだけど、その結果、深入りのコーヒーが最も強いリラックス効果があると確認されたの。豆の種類と焙煎具合でリラックス効果が異なるんか。今のが香りのリラックス効果の話だけど、実はカフェインにも同じようにリラックス効果があるの。中村大学栄養科学科の西方正弘教授がネズミを使った実験でそれを証明しているわ。ネズミにストレスを与えた後、生理用食塩水を与えた場合はストレス減少が 15% だったのに対して、カフェインでは 66% のストレス減少が確認されたの。ってことはコーヒーには香りとカフェインのダブルのストレス軽減効果があるんか。そこに抽出時間を長くしてカフェイン量を多くした深入りのブルーマウンテンを用意してあるから飲んでみて。これやな、ごっくん。お、イライラが収まったで。よかったわ。ていてて、大丈夫?ああ、消化不良で胃に痛みがあったり、お腹が張った感じがずっとしとるんよな。なるほど、それじゃあ次はコーヒーの健康効果その3。消化促進効果を解説するわ。ほんまいろんな効果があるな。ここでもまたまたカフェインが活躍してくれるわ。消化管の前導運動などに関係する迷走神経という感覚神経があるんだけど、カフェインはこの迷走神経を刺激して胃酸の分泌を盛んにすることで消化を助けてくれるの。効果的な飲み方としてミルクを混ぜるのがおすすめよ。ミルクには胃の粘膜を保護する成分があるから胃痛を和らげてくれるわ。そこにミルク入りのコーヒーを用意してあるから飲んでみて。これな、ごっくん。
気が楽になったで、よかったわね。そんじゃ次はこのニキビを。ってさすがにコーヒーじゃ無理よな。ニキビにも効果あるわよ。マジで？それじゃあ次はコーヒーの健康効果その4。美肌効果を解説するわ。コーヒーにはクロロゲン酸というポリフェノールの一種が豊富に含まれているわ。このクロロゲン酸には様々な美肌効果があるの。まず殺菌作用によるニキビや肌荒れの改善、次に抗酸化作用によるシミの抑制、そして活性酸素の抑制によるアンチエイジング効果などよ。美肌効果がよりどり緑や。この美肌効果を期待してコーヒーを飲む場合は焙煎具合に気をつけなければならないわ。というのも焙煎を深めるとクロロゲン酸は減少してしまうからよ。だから深入りよりも浅入りの豆を選ぶのがベストよ。あとインスタントよりドリップの方がクロロゲン酸が多く含まれているわ。ということで浅入りのドリップコーヒーを用意してあるから飲んでみて。いただきます。ごっくん。治ったで。お姉ちゃんは効果が出やすい体質だからいいけど、普通の人は同時に食生活の改善も合わせて行うのが理想的よ。おかげでダイエットに失敗したのが原因で現れた症状が全部解決したわ。よし、これで改めてダイエットに専念できるで。もうその必要はないかもしれないわよ。どういうことや？今日はたくさんコーヒーを飲んだわよね。だからコーヒーの健康効果その後。ダイエット効果が働いているからよ。コーヒーはダイエット効果まであるんか？ええ、まずは代謝上昇効果。研究によってカフェインを摂取すると基礎代謝が3から 11% 上がることが分かっているの。そしてこの効果は年齢が若いほど大きいことも判明しているわ。つまりお姉ちゃんには効果抜群ってわけ。次に脂肪生産を減らす効果。コーヒーのポリフェノールには新たな脂肪の生産を減らす効果があるの。動物を使った実験によりポリフェノールの投与で腹部と肝臓にたまる脂肪をかなり減らすことができると判明しているわ。そして脂肪吸収阻害効果。コーヒーに含まれる抗酸化物質のメラノイジンが消化器系に働きかけて脂肪の吸収を低下させてくれるの。最大限効果を発揮させるには食後にミディアムローストのコーヒーを飲むのがいいわ。最後に脂肪の優先燃焼効果。カフェインには中性脂肪を分解して脂肪酸を解放し燃料として使いやすくする働きがあるわ。つまり糖分ではなく脂肪酸をエネルギー源として利用できる状態になるの。コーヒー飲むだけでそんなにたくさんのダイエット効果が得られとったんか。コーヒー様々やで。喜んでくれてよかったわ。よし、もっといっぱい飲んで効果出しまくるで。あ、ちょっと待って。ごっくん。ごっくん。ごっくん。おっと、催してきてもうた。ちょっとお手洗い行ってくるな。ただいま。あれ、なんか胸がドキドキしてきた。うわ、体が震える。やっぱり、確か西野カナさんの歌にこんな症状が出てくる歌詞があったよな。ってことはこれが濃いか。カフェインの中毒症状よ。まずその胸のドキドキはカフェインの過剰摂取で中枢神経が過剰に刺激されることによって起こる症状よ。他にもめまいや興奮などの症状が現れるわ。次に体の震え、正確には筋肉の痙攣よ。カフェインの利尿作用により体内のカリウムやマグネシウムを尿と一緒に体外へ排出してしまうことで筋肉のコントロールに必要な成分が不足して痙攣の症状が出るの。他にも胃酸が過剰に分泌され胃痛が発生したり不眠などの症状が出る可能性もあるわ。濃いの可能性は、だから中毒症状だって言ってるでしょ。じゃあどうすればええんや。まずはお水をたくさん飲んで、水分は体から効率的にカフェインを排出する助けになるわ。了解、ごっくん。次にカリウムやマグネシウムを多く含む食べ物を食べてちょうだい。お姉ちゃんバナナ持ってなかった？持っとるで。じゃあそれでいいわ。もぐもぐごっくん。あとは軽い運動などが効果的よ。ちょっと走ってくるわ。血中のカフェインの半減には早くて 1.5 時間、遅いと 9.5 時間かかっちゃうの。お姉ちゃんの症状が収まるのもしばらく時間がかかなおったわ。普通はもっと時間がかかるんだからね。じゃあ二度と今みたいなことが起こらないように、最後にコーヒーの適量について話すわ。欧州連合の欧州食品安全機関は、健康を維持するために望ましいカフェイン摂取量について、成人では1日 400mg 未満に抑え、1回の摂取量が 200mg を超えないようにするべきとする提言を公表しているわ。つまり、通常のコーヒーであれば1日に4杯程度が適当な量よ。これからは気をつけるな。そうしてちょうだい。ということで、今日のお話はおしまい。コーヒーっていろんな健康効果を持っとったんやな。普段からコーヒーブレイクを取り入れると QOL も上がりそうやで。それはいいけどもう飲みすぎないでね。なんか落ち着いたらまたコーヒー飲みたくなってきたな。さっき気をつけるって言ったばかりじゃない。甘々の缶コーヒーが飲みたいな。買いに行こっと。だからダメだって。飲みたいんや。話してくれ。甘々の缶コーヒーだけに逃がさないわよ。